平成27年3月3日、九州中部の観光圏づくりを目指す阿蘇九十高千穂デザイン会議が、阿蘇市のホテルでブランドづくり講演会を開催しました。阿蘇九十高千穂デザイン会議は、阿蘇地域8市町村と大分県竹田市、宮崎県高千穂町の自治体をはじめ、観光協会やボランティアガイドなどで作られ、広域的な連携を提案する国の観光圏整備法で指定されている滞在交流型の観光地づくりに取り組んでいます。講演会ではまず、ジオパークの魅力とグローバル視点と題して、独立行政法人産業技術総合研究所の渡辺真人さんが、自ら阿蘇ジオパーク認定を推進した立場から、阿蘇カルデラの地形とそこに住む人々との日常の活動が国際的評価を受けたと報告。また民宿などを整備して外国人を呼び込む工夫が必要と話しました。また旅行業者 JTB の山下正樹さんは、今の阿蘇だからできる観光を基盤とした地域活性化について、観光客が阿蘇を選ぶ明確なストーリーが求められているとして、期間限定、その時だけ体験ができるオフシーズン対策に力を入れてみてはと話しました。参加したおよそ100人の関係者はメモを取りながら熱心に聞き入っていました。